ネクスコ東日本です。午後0時14分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、中央環状線内回りの情報です。6号三郷線、加平を先頭に、四つ木まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて、6号向島線、上り方向の情報です。江戸橋ジャンクションを先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き県央道を銚子方面へ向かわれる方にお知らせします。太平洋道インターから松尾横芝インターまでの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオ京葉道路穴川よりお伝えしました。あなたに実際です。ネクスコ東日本。